2003年現在トム・コクランはカナダのシンガー・ソングライター兼ミュージシャン。代表曲は Life is a Highway, Lunatic Fringe, White Hot, Boy Inside the m a n Big League and I Wish You w e L. l カナダのロックバンド Red Rider の元ボーカリストで7度受納賞を受賞したことがあり、カナダ勲章をもらったこともある。また、 カナディアンミュージック・ホール・オブ・フェームの一人でもあり、カナダ空軍の名誉大佐でもあり、ブランドン大学の名誉教授でもある。このアルバムのプロデュースは、コクラン自身とデビット・ティックルが行い、トロントのメトルワークス・スタジオとイングランドのストルタリング・スタジオで収録された。このアルバムでコクランは、コンポーザー・オブ・ザ・イヤーとグループ・オブ・ザ・イヤーの2部門で、柔能賞を獲得した。 コクランとパトリック・モランは、ウェールズのロックフィールドスタジオとキッチナーにあるセダートリー、スタジオでこのアルバムの制作を行った。これは、コクランのソロ活動前の最後のレッドライダーとの共演作となった。このアルバムはカナダで10万枚以上売り上げたことにより、プラチナに輝いた。新曲は、ピクチャーズ・フロム・ザ・エッジとジャスト・ライク・アリの2曲で、コクランのレートの父と、 モハメドアリにデディケートしたものである。ありがとうございます。